長野の秘境と呼ばれる聖大神社へやってきました。車でずいぶん山道を行きましたけども、はあ、すごいね、これはオーラがやばい。この反対側がお寺さんになってるんだよね。この看板がお種池、お種池入っていきたいと思います。両部鳥居だね。めっちゃ神々しいよ、僕が。あそこに拝殿があるけども、伝わるかな、この神々しい感じ。お種池、お種池、小さな祠が、可愛らしい祠があるわ。よいしょ。これね、聖大神社。
これが祠。すごい澄んでるな。滑った。魚がいそうな感じもするね。どっからか水が湧いて、それがこっちの沢へ流れていって、めちゃめちゃ水が綺麗だねこれ。よいしょ。めっちゃ冷たい。冷たい。氷水みたい。